お疲れちゃんです、ラットです。そして、ニョッキッキのキ、キュウキュウです。お願いします。お願いします。はい、またまた新しい。いやもう、いや僕の定番挨拶。あ、そうなんですか。今作りました。らしいんで、はい。お願いします。久しぶりなんですけども、そうですね。今日はね、早速、はい、ちょっとボコボコにしていきたいかなと。出た最近ちょっとね、キュウキュウさん、はい、まあ、トロもね、すごい上がってきてるっていう、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱこう、調子乗ってきちゃったんですよね。本当に。まあラットちゃんぐらいのペロリは、ね、あれ危ない危ない危ない。ラットちゃん呼び。いやそうなんですよ。なんでもここはねこう僕のお得意なミラーデッキで、あ、ミラーデッキ倒したいなと思います。いやラットさんマジ何でも使えますからね。まあよく言われるんですけど。それもいや本当に勝手に思われてるだけで本当に使えるの限られてますから。ラットさんぐらいのミラーの人っていないっすもん。まあ、ミラーはいないっすね。ミラーはほんといないっすね。ミラーのなんかをね、一番代表じゃないですか。払ってますね、はい。はぁー。いや、僕は本気でいいんすね。あ、いいっす、本気で、はい。もう動画的に勝っちゃって大丈夫ですか？あ全然大丈夫です。ラットさんの女性ファン、僕のファンになっちゃっていいですか？まあ、彼女しかいないっすね。鬼強い。始まっとるやん、鬼強いっすね。鬼強い？よろしくお願いします。やば、圧がすごいな。あ、まあ僕の端末だと、6456って出てるんですけど、タワートロがね。いかつい。集中します。さあこれもあの出た出たそれ早速ね 1.8 ユーノスだそれは。いや違いますよ。違う今日は違います。今日は違う。8はいまんまんまん集中します。出ましたね、キョウキョウさんの最近のデッキですね。よろしく。いやそれ厄介なんすねマジ。いやでもそれで言うとあれミラーすかロケ砲ミラーすか。いやいやいやしないっす。それで言うとちょっときついっすねこれ。きつくはないですよさすがに。多分ですけど、もう僕がもうきついんですよ。なんか謎のムーブをしちゃってます。これハネハネさん怒られるやつこれ。うわこれですよね。あれやばい。だってヤバめ感すごい出てますもん。もうなんかヤバめっすね。ちょっと待ってまずいな。あれこれ2体いますどうします。うわーおしゃれ。え文字っすか。なんすか。え何おしゃれぶってる。いや俺いいやん別に。別にいいやん。いやいやそれも別にいいやん。それめっちゃいいじゃないですか。いいさ、さ、さ、いいやん。びっくりしたんですけど今。本当にですか。初めてしましたよね。初めてしました。でも俺いけるんじゃないかってちょっと思いましたけどね。いやその発想は僕もなかったっすね。することがないっすよでもなんか。残念ながら。残念ながら失礼します。よしよしよし。いや今びっくりっすね。ああよかったよかった。ラットさんをびっくりさせるって僕大したもんですよ。逆に逆に嬉しいっす。いやそれだから僕許容の精神がこれ超大事だと思ってるんですよね。大事っすね本当に。これなんかもうラットさんの口車にすごい乗せられてる感がすごいんですよ。え何も言ってないですよ僕。あーあーちょっとあれいやここはあげますあげますあげます。本当っすか。はい。まあ、キュウキュウさんスパーキーですね。さあ、まあ、スパーキーですよ。はい、スパーキーですね。さすがに。さすがに。これでラバーって言われる。これでラバーは嘘です。誰もがびっくりですね。でもなんかこれ結構僕いいな。あれ結構勝てそうな感じですか。きつそうじゃないですか、なんか。いや、そう見えるだけなんですよね。なるほど。いや、まあきついんですけどね。ちょっと待って。よし撃つ。うえいえい。失礼します。あれまあまあまあ、まあ、残り25秒もあればね。 OK え OK ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あーえっ何すかそのおしゃれなおしゃれな覚え。よしえちょっと待ってください。終わったんすけど。よしまあ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 、あチアーズチアーズチアーズ。どういうことっすか。あれちょっと乾杯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 のアメリカバージョンチアーズ。まあまあ、ちょっと先輩落ち着いてください。あのミラデッキまだあるんですよいっぱい。あ本当ですか。そうなんです。なるほどなるほど。これはじゃあバート1なんだ。そう四天王の最初のやつね。そう一人目っすね。ちょっと雑魚いやつね。そうなんですよ。ああなんで次強くなるんですよね。なるほどなるほど。いいだろいいだろいいだろ。やばい楽しい。いやマジクラロはいいゲームだよな本当に。よし行きますよ。次ちょっと勝ちたいんですよね。出しときますもん。あ、出します。あ、正直これ使いたくなかったんですよね。次のデッキですか。いやそうなんですよ。ほうほうほう。早いもう入ってる入ってる。よろしくよろしく。なんなんすかね。でこの方はちょっとね、キュウキュウさんには強すぎますね。なんだよそれ。なんすかそれ。
また似たような、あれ似たような、だからディガー好きなんですよ。ラットさん僕は知ってますよ。また一緒じゃないですか。え、違いますよ、一緒に見えるだけなんですよ。ああ一緒に見えます、確かにそれは違いますわ。よし、ややこいな。そうです、まあ一旦ね、あ、ロケって言うの？そうなんですよね、この歴史にたまたまロケット行ったんですよね。いやそれはいいんですけど、はい、そこに打っちゃっていいんですかって話ですよ、基本的には。確かにちょっとやばいですね。ただすることが別にないんですよ。ただ僕もすることがないんですよ、ね、だって受けの方が強いですからね。どうしましょうかね。うん、することないと辛いですよね。よし、することないっすね。僕もすることないっすよ。え、それは嘘くないっすか。だって高回転できて回した方が強いみたいな風潮あるじゃないですか。実はでも高回転とも限らないっすよ。いや、え、指出さないんですか。なんですか、なんですかそれ。いや、わかんない、それはわかんないですけど、ちょっと出すと負けるんですよ、これ多分。いやいやいや、だってあえてラットさんなんで。なんで出さないですか。出してくださいよ。いや、知らんす、知らんす、知らんす、それは。いや、逆に出してくださいよ。じゃあ、なるほど。出さないから次。いや、だってユニット、なるほど。はい。だってユニットじゃないですもん、それも、もはや。なんすか。それ、呪文じゃないですか。まあ、なるほど。って感じですね。いやなんかすごいラットさんの船に乗ってる感じがすごい。よろしく。全然あれ。なんかラットさんが操縦してんの、今のこの試合の船を。なん？あ、わ、ごめん。忘れてました。なんか忘れてた。ごめんなさい。本当ごめんなさい。本当ごめんなさい。別に手抜いてるわけじゃないです。ちょっと終了っす。ちょっと待って、これ無視しちゃダメだな。もういやこれはちょっとあれっすね。勝っちゃいますね。これ無視しないと。あーかっこいいエフェクトっすねこれ。さあ、そうっすけど。いやでもそこで打つと結構この合流シーンは止められなくないですか。だっていやそれがやっぱ止まっちゃうんすよね。よいしょよいしょ。いやマジか。まあロケットで死ぬな。そうなんですね。この時あんま救急隊出したくなかったんですけどね。たまたま相性がいいんですよ。たまたま。いやもうたまたま。なんすかその感じ。その感じ。なんすかなんすか。あれだ。上手い人がする橋前スパーキーじゃないですか。なんか上手い人って言っていただいたはずです。いやただまたなんか空も来るから。これなんもしないですけどね、もう。これだってロケットでジジイじゃないですか。すごい。ちょっとやっぱ楽しまないといけないですからね。ああいい。待って、いってちょっと待って、あっす、かわいそうですけど、あっす、うわー、あっす。いやこれは確かに相性良かったかもしれないですけど、いやでもそれはでも僕思ったのは、うん、反省点はすごいありました今、はい、あのまあ、そのロケット出し、ロケットあるのスパーキー出しちゃったし、だそれもやばいし、あと一つはもう左になんで固執したんだと。確かに逆サイ来なかったですね。そう、逆サイに行けばよかったなってすごい反省しました今。だって逆にぶっぽでびっくりしたけどな。反省キヨキヨさん、ちょ、ごめんなさい、反省しました、この勝手に。僕もちょっとね、まあ BOC ですよね。はい、次決勝ですね。逆に何でもいいっすか。あ、何でもいいっす。うん、いいっすか。あ、皆さん騙されちゃダメです。いや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 、マジで僕分かったんですよ。キョウキョウさんが裏を書くとか、はい、僕何でもいいっすかとか言った時絶対同じで聞くんですよ。これマジっすから、確定っす。その僕何でもいいっすかはめっちゃ言うっすね。僕めっちゃ言います。めっちゃ言うっすよね。いやそれムカつくな。でも本当何でもいいっすか。本当に何でもいいっすよ。これめっちゃ言う。本当に何でもいいっすよ。本当に裏書くとかじゃなしで。はい、ちょっと僕も悩むんすよね。ちょ、いいっすか言って。あ、はい、あ、すごい悩むんすよこれも。行きましたもん。これ視聴者さんマジで誤解しないでほしいのが、別にキヨキヨふざけてんのかって言われそうなデッキで行くんですよ僕。これ、皆さん、これ、さっき言いました。これが嘘なんですよ、これが。いや、これ、今回、マジで、やばいデッキで、でも、このデッキで、はねはねさんに勝ったっけな。マジっすか。まぁ、ちょっと、おもろいデッキがあるんですよ。これ、マジで、はいはい、よろしく。
決勝、これトーク中に行くからさ。え、これ絶対あれっすかね、さっきは全部嘘っすか。いや、じゃあどうします。じゃあ僕が違ったら、じゃあ違ったら何もしないさあ、え、ちょっとこれマジで、いやこれ面白いんですよ、これマジっすか。マジっす、初めてですよこれ。違ったの、確かに違ったから、もうちょっと大きい。うわー、それやだな。うわ、それほんとやっすね。これちょっと絵が面白くないですか。面白いっす。すげえ女の子。鬼の女の子、やっぱそういうパターンっすね。いやー、このデッキ超強いっすから。え、なんすかそのデッキ。うわ、いいロケホースで、ありがとうございます。ただちょっとまずいっすね、このプリンちゃんが。プリンちゃんがちょっときつい。頑張れ頑張って、よしよし、行け行け行け、ぶっぱしろぶっぱしろ。おー、いい、少年が足りてない。スパーキー、あれ、スパーキーだった、スパーキーだった。中止します、中止します。今の流れでスパーキーですか。うわ、プリンちゃんすげえっすね。いや、こんだけプリンちゃん多いんすよね、マジ。あ、これロケッティングっすか。まあ秘密ですけど、なんかなさそうでも。うわ、なんか前回の反省点を生かすと、そのもう固執しない、そのラットさんがイチャイチャしてくるんですよ、いろいろ。イチャイチャをもう無視する、無視して。あ、M できないか、頑張れ。オッケー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 、頑張れ頑張れ。少年出す、少年。やめろやめろ、手出すな手出すな。よしよし。これ無視したろうかな、これ。これですか。これ無視します、残念ながら。おー、新しいっすね。さすがですね。よろしく。おべっか。いや、これ、じゃあこれマジで。最強っす。まずキング落ちますよ。うわ、そういうことで言うじゃないですか。これ早く対応しないとキング落ちますよ。ほんとっすか。いいんすかこれ、無視して。いやいや、そう言われたら。ちょっとマジでこれ強いっていうのを見せつけますよ、僕は。あれ、うわ、なんかえぐいデッキっすね、それ。えぐいっす、このデッキ。え、やばい、形作るとマジで強、超強いんですよ。いや、ちょっとちょっと、あ、いてえ、それいてえ。え、なんか僕じゃないですか、なんかデッキが。そうっすよ、これ面白いくらいですか。ただまずい。ただ負けそう、負けそう。ただまずいってやつする。お、いい。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、なんなんだ。延命したかった、延命したかった。このデッキなんなんだ、マジで。僕が知りたいっすもん、それ。いやいや、もうどっちも、どっちも知りたい。どっちも、あ、ってロケット星が。なんなんだ、これは、本当に。さあ、これロケット星がいい感じに働いてますね。お、入りこれ、え、なんすかそのデッキ。本当にこれで羽根さんに勝ったんすか。いや、これで、いや、これ、いや、わかんない、ちょ、羽根さんかも覚えてないですけど、なんかこう、すごい人に、なんか、陸、相手が陸デッキで、はい、めっちゃ勝ったんすよ。え、やりますね、ちょっと待って、羽根さんにめっちゃいる。めっちゃいる、あ、そう。いや、これ、あの、陸ガン攻めなんすよ。陸ガン積みデッキで、相手が、ジャイとか、ペッカーとかだったら、まあ、こう、なんか、工場系とか、はい、マジで勝つんですよ。やばいっすね、鬼の影デッキなんですけど。このデッキやばいっすね。面白くないっすか。え、これやばくないっすか。これめっちゃ面白いんですか、まあ、僕だったら使いこなせますね。ありがとうございます、もらいます。あ、はい、あ、じゃあ逆に動画出してください。いや、これマジで出しますよ。じゃあラットさんのこのぶっちゃけ超弱そうっすけど。いや、これ実は強いんです。意外とっすね、っす、意外とっすね。そのペッカ守るじゃないですか、相手。はい、わかんないですけど、で、なんかそのエリゴレ出すと、相手残り1分でエリゴレ出すと、相手何もできないんですよ。後半強そうっすね。後半強そう。だけど、いただきます。というわけで、まぁ、今回勝負は僕の勝ちなんですけど、なんかすごい腑に落ちないっすね。なんかその、なんか駄菓子で殴られてる感じなのよ。わかるっすか、この感じ。微妙な感じっすか。負けたって感じがしないんですよ。駄菓子だったっす。駄菓子。駄菓子って何で駄菓子なのか。もう鉄の棒で殴られたら「いって」ってなるんですけど、微妙な回避みたいなやつね。ムカつくんですよ。ロケット奉仕とか。いや、そうなんですよね。いや、そのいいデッキなんですよ、これ。いや、本当にすごいっすね。概要欄にキョキョさんのね、あるの、貼っておきますんで、皆さんそちらでも動画があります。そうっすね、めちゃくちゃね、ちょっともう長時間で3本撮りましたけど、しかも僕あんまおすすめしたくないようなね。あの彼女さん絡んでます今回。あんまおすすめしたくない動画をね撮って。それいつ公開だろう、ちょっと待って、いつ公開だろう。まあまあいっか。3月の4日の18時に出します。3月4日の18時に、はい、ちょっと遠いですけど、まあ、見てほしくない動画なんですけど。いや、マジで見てほしい。ラットさんマジブチ切れました。俺ちょっと気まずかったっすもん。俺結構ガチで撮影終わり気まずかったっすもん。マジで、これマジの気まずい。じゃあ企画しないでください、そういうの。本当に、すいません、すいません、肩を見ます、肩を見ます。
方はいっていうのも分かるんでね、ぜひそちらを見てみてください。お願いします。クショ、びっくりしたよ、びっくりした、いや俺刺されんのかと思いました。違う、ジャックさんみたいな。違う、ビビった。終わります、お疲れ様でした、バイバイ。